ちは、バランです。今日はこれからの季節にぴったりな夏のピアスを作りたいと思います。水玉を自分の手で作って自分で配置するのがとっても綺麗で楽しいピアスなので、ぜひ見てみてください。今日使うものは透明のレジン液、タカラネイルレジン着色剤グリーン、ブルー、オレンジ、マスタード、ホワイト、この5色を使います。色を混ぜるときに使う調色パレット。そして今回使うモールドはバチコさんのソフトモールド丸プレートです。今回は2つの丸を組み合わせて使うので、使うところはこの 25mm のところと 15mm の2つの丸を使いたいと思います。
今回は水玉模様を一から作って夏らしいピアスを作ってみました。まだピアスの金具はついてないんですけど、こういったピアスの金具をこの後ろにつけてあげるだけで簡単にピアスになるので、こんな風に仕上げてもいいと思います。同じブルー系の水玉で作ったんですけど、少し紫を加えることでかなり印象が違うピアスができました。その他にも黄色系でもピンクを入れてみたり、グリーンを入れてみたりすることで可愛らしくなったり、ちょっと爽やかな色味になったりもするので、一色変えるだけで仕上がりが全く変わるので、ぜひ自分の好きな色味を探していただけたら嬉しいです。ということで今回は水玉を手作りして、水玉模様の可愛らしい夏のピアスを作ってみました。ぜひこの動画がいいなと思ってくださった方、チャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。